ゴールデンウィークです。キキさん、こんにちは。こんにちは。キキは昨日の夜おうとして4回ぐらいか、4回ぐらいおうとして、でお腹の調子も悪くて胃腸炎疑いです。7度7度1、うん、で微熱ですね。ちょっとぐったりしてます。朝もね、水分とってちょっと食べたらね、やっぱ戻しちゃって、これから病院行こうかなというところです。12時45分にパパが病院の予約を取ってくれたから、もうそろそろ出発します。気持ち悪い？気持ち悪くないけどだるい。今一番食べたいもの、カニのスープのカニ。あー、カニの味噌汁か、大好きだもん。転んだんだよね。どこだっけ？食堂で。昨日転びました。ここと、うん、外でずっこけてね、鬼ごっこしてたら。でもタトゥー応援してるから。うん、タトゥーすごい綺麗に残ってるね。本当も。本当だ。病院お疲れ様でした。はい。何でしたか？何ですか？胃腸炎です。胃腸炎？そう、胃腸が弱ってるそうです。胃腸炎とか胃腸、ん？胃腸風邪って言ってたっけ先生？知らない。聞いてないんかい。まあとりあえず大丈夫。かき氷のことしか考えてなかった。食べれるかどうか。食べていいものは消化のいいもの、うどん、おかゆ、あとフルーツだと、なんて言ってたっけ先生？リンゴ、バナナ。おー、聞いてるじゃん、ちゃんと。でもキキはリンゴジュース飲む。そうだね、リンゴジュースもちょっと薄めて飲むのなら大丈夫って言った。絶対ダメなのは消化の悪いもの、あとフルーツだと柑橘系がダメって言ってたね。イチゴとか。そう、もしまた戻しちゃったら30分は何も口に入れないで、30分経ったら水分取ってねって言ってたね。はい、帰ってきました。吐き気止めの薬とお腹の薬、腸の働きを助けるお薬をもらったので飲みます。なんでいつも来るの？吐き気を抑える薬は吐き気がなくなったらもう飲まなくていいって言ってた。あとこっちも下痢が落ち着いたら飲まなくていいって。ほらあるスイカ。なんだ？スイカある。今どう？お菓子食べたい。だからちょっとブルーな顔してんの。このまま、このまま鼻広がってるよ。プール行きたい。え？プール行きたい。プール？今いろんな欲が出てくるよね。肉食いたい。今人生ゲームやってます。3回目。おかえり。おかえり。入った？はい、全然。あ、そう。元気？今人生ゲームやってるでしょ。おかえり。ティリン。え？ティリンの新しい傘、ピクミン買ってきた。キキに？うん。ね、ありがとう。はい。ピクミンだ。ちょっと一回中断した方がいいよ。いろいろあるから。あ、マジ？いろいろあるから。これはどうしよう。ティリン。わー。
上履き入れです。ジョージじゃん、かわいい。よかったじゃん、キキ。よかったね、キキ。あれ、まだあんの？デデン、あれ？これなんだ？それは寝巻きの下です。じゃあ、上はなんだ？ジョージ。ジョージ。なんか聞こえた？デデンパジャマ。かわいい。これセット？そう。だ。服はなんか買ってもらったの？うん。これも買ってもらった。キャンディーだ。お母ちゃん、これ。これ、服の練習用。ここは見せて。練習用でさ、あ、かっこいいじゃん。しかも389円。安っ。ドライ生地でいいね。こう、何買ったの？他、何かあった？パジャマあったよね。マジ110だけど。あ、西松屋にあるんだ、悟空。あとなんかスイカの顔これもパジャマだよ。パジャマなんだ。いくよ。いいよ。おう、かわいい。どう、いい感じ？サイズもちょうどいいね。9時になりました。はい、寝る準備です。はい。ケーキどう？元気。元気？おやつ食べたい。もうだいぶ元気になってね。でも歯磨きだよ。今日は朝以来戻してないからだいぶ回復してってね。また明日、バイバイ。おやつ食べたい。おやすみ。おやすみ、ハッピーターン。ずっと食べ物。チョコレート。うん。じゃがりこ。うん。アリボ。うん。今食べたいもの全部いってんの？サケルチーズ。うん。サケルチーズの辛いの。うん。中本。うん。ガム。うん。治ったら全部食べようね。全部食べる。ではおやすみ。おやすみ。おやすみ。寝たくないの？うん、寝たくないから怒ってるね。毎日恒例です、これは。休み。今日も休みだよ。うん。服は休み。休み。今日何の服にしようかな。正解、レモン。また、うん？またレモン着るの？おはよう。おはよう。寝れました？はい。大丈夫ですか？全然気にしないよ。気にしてないの？さっき熱何度だった？7度6度8。7度6度8。もう一回開ける。大丈夫そうなの？熱はね、6度7、6度8だから熱はないんだけど、頭が痛いんだって。熱？昨日からだよね。うん。まいったね。うん。超だるいね。うん。寝れそうにない。ねえねえ、元気になってんじゃん。もうね。何それ。もうめっちゃ調子いいじゃん。左は7度。7度ちょうど。うん。40度ありまして、病院に来ました。はい、はい、インフル、コロナは陰性。症状に対するお薬を買って帰ります。
腰が一番辛いそうです。5月8日水曜日です。だいぶ元気になりました。はい、お昼はもりもり食べました。うん、米結構おかわりした。すっかり元気になりました。イエイ、行ってきます。